はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルビジです。では今回はポケット戦国の続きをプレイしていきたいと思います。前回筒井家と開戦をしてですね、今回引き続き筒井家と戦闘になるんですが、まずはですね、山名家とは、今険悪な状態にはなってるんですけども、これはなんとかですね、開戦に及ばないように気をつけつつ、北畠の友好度も、険悪になってるんですけども、これも維持して戦闘に及ばないと。まずは何といっても、筒井を完全に屈服させるというところからね、やっていきたいと思っています。で、堀秀政、鈴木家から455円、資金請求、あげましょう、485円でいいんだったら。で、久秀から5000を山名に渡し、これで有効度が上がるはずでね。で、北畠にも2000を渡しましょう。もう金をね、じゃかじゃか渡していくしかないんで。もう唯一できることといえばこれぐらいですからね。で、南部から1万円か。これは嬉しいな。じゃあこの1万を使って、また、久秀に、貢ぎに行ってもらいましょう。で、さらに、北畠にも行ってもらう必要があるので、もうね、何はともあれ全ては金次第ですからね。北畠との友好度はこれマックスまで上げて、武田は大丈夫だよね。怖いのが上杉なんですよね。上杉に対しては2000しか兵が入っていないんで、ここの城を少し改修しておきましょう。城の強化ですね。で、さらに、兵を集めておきたい。藤高は今何をしてるかというと、清瀬騎乗中か。ちょっと藤高が戻ってくるのを待ちましょう。で、藤高が戻ってきたんで、藤高を、後の雄斎ですね。これを松倉城に入れちゃいましょう。お金が全然ない状態が続いてますけど、問題は筒井家攻略にどんくらい時間がかかるかなんですよね。まだまだ時間かかりそうですもんね。筒井の方からね、恭順の意を表明してくれればやりやすいんですけどね。よし、長宗我部からも金1万か。これは大きいな。では、友好度が88あるのに険悪ってどういうことだよって感じもしますけどね。ここはしっかりと親善の大使を送って、媚を売っておきましょう。あとは、北畠にも送っておきましょうね、しっかり。で、お金が入ってきたら、すかさず、もうね、これしかやってないんじゃないかっていうぐらいね、ひたすらに金を貢ぎまくってますけどね。これでだいぶ潤ってんじゃないかな、でも、こいつらもね。なんかそんな気がしてならないんですけど。逆に敵を利しているんじゃないかと。で、ここは
ちょっと一旦城の強化もしときましょうか。しばらくはここが最前線になるんじゃないかなと思うので、三木城を回収しときましょう。で、村重がいるここも一旦自動内政はやめて城の強化に入りましょうか。で、お久しぶりなんで、今お金がある今のうちに一旦神前を送っときますか。武田にも一応送っときましょう。2000貸してくれか。痛いけどしょうがないね。篠原長房か。ちょっと能力だけ見ときますか。政治64は確かに美味しいな。ただ今お金がないからな。筒井の出方がどういう出方してくるかが全く読めないですね。池田城へ城、いやー今は無理だ。上杉家を敵に回すつもりはない。まさに信長の言う通りですね。今はまずは筒井で、筒井の後は北畠、ここを完全に制圧した後ですね。次上杉と対峙するのは。いや、収入とかどんくらいあるの？筒井家に関して言うと。月の収入が2万もあるのか。で、俸禄は月450だけでしょ？これは確かにね、金はいっぱいありますよね。お、筒井家討伐に兵を出してくれるか。ありがたいね。んで、お金が入ってくる月初はやることはもう皆さんお分かりだと思うんですが、神前です。神前。もうね、ひたすら神前をして媚びを打って、まあ、実際その信長は外交するとき、特に信長包囲網が結成される前とかは結構ね、下手な外交を信玄とか上杉とかにはしていたみたいですね。謙信とか信玄に対しては。なんでここはね、もうその信長に習ってまさに下手の外交で金を貢ぎまくりましょう。もう筒井は完全に高野山の攻略は諦めた感じですかね、これは。うん、高野山の救援か。よし、長宗壁から1万円。1万円大きいよ。そしたら北畠がちょっと下がってるので、北畠に神前を送りましょう。あとは
武田がどうなってるか、武田も下がり始めてるね、ここに来て、徐々に。これはあんまりいい状態ではないので、新世の大使を元位、いや、藤高に行ってもらいましょう。5000円持って、定位という感じで行ってもらいましょうね。そしたら久々に長益に将棋を通してもやってもらえますか。浅井と上杉の停戦か、きついな。これでね、矛先がこっちに向かないことを祈るしかないな。上杉がこれ攻めるところがもう織田しかないみたいになると、一気に軍勢がね、押し寄せてくる可能性があるんで、それは避けたいですよね。そしたらちょっとですね、人材を移動させちゃいまそう。させちゃいましょう。久秀は残しておいて、久秀以外をすべて、松倉城に移動させましょう。いつ上杉の侵攻が始まっても正直おかしくないかなという情勢になってきてますんで。で、いつもの北畠と山名に対してのお礼参りはします。で、武田は大丈夫だよね。100になってるね。で、高野山がようやく130まで来ましたね。領土的な野心でいうと高野山を取ったら、ちょっと待ってね、貞雄以外がみんな撤兵していってしまったんだな。これは嬉しくないな。そしたらここは信盛を移動させましょう。で、根来路寺が手薄になったんで、根来路寺にむしろ筒井家の主力隊が出てきてくれると、それを信長の軍勢本体で迎撃できればまた削れるんですけどね。そしたらいつもの神前神前、まあ久秀に神前させとけば、とりあえず山名は抑えられるかなと思うんですよね。で、北畠もいつも通りの、お布施を入れておけば、まあ、いきなり開戦にはならないと思うんで、そうなると注意しなきゃいけないのは、上杉だけっていうことになるんで、上杉の方に、主力隊を回しておけますよね。なんで、筒井と上杉に主力隊を回せるんで、少しは楽になるかな。そしたら長益も移動させて、敵の進軍に備えましょう。
いや、高野山一つ落とすのにめちゃくちゃ時間かかりましたね。朝倉と足利が海戦か。上杉が最近ちょっとずつね、停戦を始めていて、徳川と武田も海戦か。いや、情勢がちょっとずつ動き出してますね。二俣城は、これは、信玄と家康の戦いかな。信玄の方はね、筒井家と開戦してくれるって言ったんですけど、兵を送ってくる気配が全くないですね。さあ、金が入ってきたので。ここが一向にね、良好な関係になっていかないですよね。何が足りないんだろうな。あとは、北畠83だけど、やっといた方がいいよね。やっときましょう。で、この後、一応、武田の状況も見ておきましょう。武田はどうなってるかというと100だね。よし、じゃあ大丈夫だな。じゃあこれを機会に少し内政をやっておきますか。諸行投資、丹羽長秀、細川藤高かな。藤高に4000、いや2000だな。2000で岐阜城に投資をしてもらいましょう。いや、これで筒井がね、降参って言ってきてくれると、すごく楽になるんですけどね。なかなかそうはいかないかな。ようやく高野山取れれば、まあ、ただ少しはね、楽になるかなとは思うんですけどね。これでもすごいな。浜松城では信玄の本隊1万か。で、野田城はというと、虎種1000。で、掛川は、ここに家康の本隊がいますね。ただ勝頼も本隊出してるんで、いやー、これは一気に駆逐される可能性があるな。徳川は。耐えてもらいたいけど。で、朝倉と、浅井と足利がぶつかってるという状況か。まあそこは静観だな、しばらくはね。まあ、まずは筒井を完全に滅するところからですからね。筒井の方から恭順の意を表明してくれれば、これ以上は攻め立てないんだけどな。1568年ももうすぐ終わりますね。よし、高野山落とした。で、お金が入ってくるので、お金が入ってきたらやることといえば親善。もうこれルーチンとして登録できないのかな。毎回同じことやってますからね。で、毎回なんか微妙に操作を間違えるっていうのもね、お約束にはなってるんですけど。で、武田は96、96あればいいよね。じゃあ、余ったお金で、信盛に一旦ここに施しを入れて、民中を少し上げておきましょう。で、貞雄さんは、寝殺しに移動してもらいましょう。
そしたら今、津田が一人加わっているんで、津田を移動させちゃいましょうか。そしたら一旦信長の本体で大和郡山を攻めておいて、その間に、いやきついよな。海戦に及べばいいんですけどね。976とか言ってマジ化け物だな。筒井と武田が停戦。よし、金が入ってきたらやることといえば、なんかちょっとずつあれですね、有効度がの下がり方が激しくなってきてるのか、一回ここで5000円投入しましょう。北畑は大丈夫か。66か。次北畑にじゃあ少し多めに金を渡しますか。この大和郡山を取れれば、筒井を上下に分担、南北に分担できるんで、まあ攻略はなったも同然かなっていうところにはなるんですよね。って考えると、マックスでも敵は1部隊しか送ってこないので、ここはさらに部隊を大和郡山にガシガシ送りましょう。当然ね、包囲する部隊数、兵力が多いほど敵の兵力は減っていくと思うんで。よし、1万きた。本当にありがたい。この1万円で何度救われたことか。この1万円を使って北畑に貢ぎ物を渡しに行きましょう。よし、敵軍団と遭遇だな。ここで一気に敵を壊滅させましょう。出陣させるのは当然士気の高い、信盛と信澄は絶対入れるでしょう。あとは光秀、あとは刑事に勝家、ここは絶対入れますね。あとは槍が入れたいので、槍を入れて半兵衛入れて、士気の高い半兵衛を入れて、あと一体は誰でもいいけど、まあそうだな。ここはじゃあ利家でも入れますか。で、敵はマックス2部隊なので、3部隊だったかな、まあ、いずれにしても知れてますよね。なので、やり方としては、元気な人を入れておいて、元気な人で敵を防ぎつつっていう感じですかね。これでどうだ。で、敵は2000でしょ。いずれも足軽、いや足軽と
これは侍だな。じゃあ、やることは簡単だな。このまま待ち受けましょう。まあ、三段打ちも打っておいて敵をバリバリ削り取っていきましょう。まあ、このまま行けば多分たどり着く前に敵の部隊は味方の鉄砲隊の餌食になりましたね。よしよし、完璧だ。でこれを繰り返したいので、何部隊かは一旦兵を引き上げておいて、っていうかあれだな、鉄砲隊がいる限り張り付かれる前に敵は撃破できますね。まあ上から全員入れてきゃいいだけでしょう。これはだって500でしょ、敵の兵は。味方は1万。まあ、ここはさらに勝家の騎馬突撃で終わりだな。これでも敵討ち取ってないのか。敵の武将討ち取りたいですよね。敵の武将討ち取れればいいんだけどな。捕虜にもできてないかな。できてないがしょうがないね。そしたら士気の下がっている何人かを移動させましょう。一政、秀長、秀吉あたりを一旦市議山に戻して、回復させます。山口直友、どんな人材なんだ。あ、政治64は美味しいね。確かに政治64は美味しいよ。とっても美味しいけど。そしたらいつもの、いつもの、もうこれ本当にな、絶対やるタスクみたいな感じで登録したいですよね。兵士出したいけど、まあ1000出すか。今足利と敵に回すわけにいかないからな。そうか、鈴木が取ったんだね。鈴木がじゃあ2軒になったんだな。城がね2つに増えたっていうのは大きいな、鈴木のね。で一政、秀吉、秀長は75まで回復か。もうちょっとですね。
水は未だに武将数4人抱えてるんだな。これ2人くらいまでにすればもう完全に筒井はね終わったも同然かなと思うんですけど、何森政が寝返っただと。森政め何してくれてるんだ。上杉が本格的に介入してくる前に筒井をさっさと葬りたいんだけどな。そうすると数正たちがマックスに戻ったので数正を戻して代わりに、そうだな、勝家戻せないね。信盛で三井でも戻せないんで、小六利家、これを重山に戻します。ちょっと地味ですけどね、これを繰り返し繰り返しやる感じかな。はい、というわけでちょっとね、30分経ちましたので一旦ここで終わりにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。